玉都市モノレール線系電車は、玉都市モノレールの小座式モノレール車両。車体はアルミ合金製で、前面は中央に非常な必要扉を備えた三面折り爪形状。側面の客用扉は一両あたり、片側両開き二箇所である。走行機器は、イベット素子による、VVVF インバータ制御と、回線ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキで、ATO を備え、 ワンマン運転を実施している。編成は、1100型 -1200 型 -1300 型 -1400 系の4両で構成される。車内の座席は製造当初飛袋部分と連結面がロングシートのセミクロスシートで、運転席直後の部分は前向きの固定クロスシートで統一されていた。しかし、その後輸送量が増大したため、2004年から2007年に、 かけて、セミクロスシート部分のロングシート化改造工事が行われるとともに、優先席部分の吊り革はオレンジ色のものに交換されたほか、ラッピング編成の1102回を除き、先頭車前面にオレンジ体が追加され、さらに前面行き先表示器が字幕式から三色 LED 式に交換された。改造時期により、運転席直後以外はロングシートの編成と、 中間2両がロングシートの編成が存在していた。車内案内表示器は角度ア上に3色 LED 式であったが2013年から順次フルカラー LED 式に交換を開始。2016年4月1日より全16編成での運用が開始された。カラーユニバーサルデザインを採用した新デザインに変更されるとともに日本語、英語、中国語、 韓国語の案内表示にも対応した。正面案内表示器も、車内案内表示器と同様に、カラーユニバーサルデザインの表示に変更された。車内照明は2014年7月18日より、LED 式に順次切り替え工事を実施し、全編成の LED 化が完了した。1998年11月27日の、摩都市モノレール線上北大田地下は北間 開業時に1101階の1106階の6本が営業を開始した。続いて2000年1月10日の立川北多摩センター間開業時に1107階の1115階の9本が営業を開始した。そのうち2本は多摩動物公園の動物のイラストが車体に重複されている。さらなる輸送力の増大のために2005年に1116階が増備された。 この編成では窓のロールカーテンが省略されている。車内は運転席直後を除きロングシートである。前述したロングシート化改造により最後の先頭車セミクロスシート搭載編成となっていた1110回が2016年10月6日の運転を最後に改造を受けたため2017年現在は全ての編成がロングシートのみを搭載する編成である。 ホワイトラッピングを施された1 1 0 2に編成。ありがとうございます。